頑張りましょう。我々には大事な最後の務めがあります。最後の務め、奥様を送り出してあげることです。安らかに可能な限り、私はそのお手伝いをするために存在しているんです。最後の瞬間、気持ちの整理をつけ、できるだけ心残りなく旅立てるように、それが私の役割です。そんなことができるんですか？それを願うだけです。最善の努力をもって。立派な方ですね。え？立派な方ですね。落ち着いてらっしゃる。あなたは大丈夫ですか？え？静かに見送れますか？お別れを受け入れられますか？何でも相談してください。あなたのための存在でもあるんです。ごめんね。え？ごめんね。何言ってんの？一緒にいれなくってごめんね。ずっと一緒にいれなくってごめんね。約束したのにね、ずっと一緒にいようねって。嘘ついてごめん。守れなかったね。わかんないだろ、まだ。幸せになってね。ごめん。私がいなくなっても、ちゃんと幸せになってね。いい人見つけて。静か。今度はちゃんと、ずっと一緒にいれる人見つけて、幸せになってね。私みたいに途中でリタイアするような人じゃなく、しゅうちゃんのことを大切にしてくれる、ずっとそばにいてくれる、そういう人見つけて。早く幸せにならないとダメよ。約束して、ちゃんと幸せになるって。話とも話聞けって。これからだろ俺たち。でも、もしそうやって幸せになったら、なったら、そしたら、きっとしゅうちゃん、私のことなんて忘れちゃうね。何が欲しい？欲しいもの、あるか？欲しいもの？何でもいい。何でも用意する。何かないか、今一番欲しいもの。じっくり考えていいよ。何でもいいの？何でもいいよ。思いつきで言うの。ちゃんと考えるよ。ちゃんと用意するから。一番欲しいもの？一番欲しいもの。何でもいいの？だから何でもいい。未来。あなたとの未来。わかった。それ、用意するよ。してなきゃダメだって。こんなことになるなら入院するときワプロ持ってくればよかった。
ね、そしたらしゅうちゃんにもワープロの使い方教えてあげれたし、これはいいよ、やってみたら簡単だって。やってみて難しかったんだよ、時代に取り残される。あんなの一般に普及しないよ。しゅうちゃんの汚い字で書かれたテストを受ける生徒がかわいそう。俺、ね、テストよりも人間性を重んじる教師だから。強情だな、便利なの。他にいるワープロ使わない先生。いっぱいいるよ、学年主任の御所川原先生とか。御所川原先生、元気？元気元気。最近は何に凝ってるの？エアロビクス始めたみたいでさ、放課後音楽室で踊ってるの。レオタード着てやってるのみたいだよ。健全な教育は健全な肉体からだって、その必要があるのかっていう疑問だけど私もやろうかな、すっかり運動不足だし。どんな話？何が？最終回、翼に乗せてる。あ、ね、お別れするんだよな、確か。その一緒に暮らしてた天使とロボットは、天使がね、帰らなきゃいけなくなるの。ロボットは、なんていうの？どうしてって。どうして帰らなきゃいけないのって。天使は言う。私は翼が治ったので、もう天国に帰らなくてはいけないと。ロボットは天使を引き止めようとする。一緒にいたい。離れるのは寂しいって。天使は私も寂しいと言って涙をこぼす。天使は言う。だから私は、あなたとの思い出の一つ一つをこの翼に記しておくわ。書ききれないほどの思い出の日々の一つ一つを全ての羽に一枚一枚に残らず記しておくわ。そして私は天国でただ一人あなたとの思い出に包まれて過ごすでしょう。で、それで天使はロボットの元を去ってしまう。残されたロボットはどうするか、その後。ロボットは悲しみの日々を過ごす。天使がいなくなってしまった部屋は味気なく冷たい。ロボットはやがて外へ出て、また再びロボットの社会へ帰っていく。そしてそこで新しい仲間と出会う。新しい友達、やりがいのある仕事、日々は忙しく過ぎていく。ロボットはやがて当然のように恋をし、恋はやがて当然のように愛になる。そしてロボットはある日、自分の部屋はもう以前のように味気ないこともなく、冷たくもないことに気づく。そして理解する。この部屋に存在したあの二人で過ごした時間は、交わした会話は、楽しいことも悲しいことも、すべて幻だったんだ。今はもう消え去った夢なのだと。ロボットはそう悟ることで悲しみを乗り越えた。寂しいお話だ。そう？寂しいよ。幸せになるためのお話だよ。また大切なお話、これからの幸せのために。これからだろ、俺たち。しゅうちゃん、私幸せだよ。強がりじゃないよ、本当、本当に幸せだよ。しゅうちゃんと一緒にいれる今、時間がね、キラキラしてるんだ。そんな顔しないで。はい、少女文芸編集部、時藤と言います、八木さんを。私です。秀美、どうしたのよ、会社に電話くれるなんて。まさか静香がいない。は？いないんだ、静香が。今日授業が午前中までだったんで、終わってすぐにこっち来たらいないんだよ、どこにも。トイレとかじゃ。探した、全部病院の中はくまなく見て回った。でもいないんだ、どうやら外に行ったらしいんだ。そっち行ってないか、あいつ作品のこと気にしてたから。ううん、こっちには来てない。わかった、忙しいとすまない。秀美、落ち着いて、静かなことだもん、ちゃんと帰ってくる。そんな保証ないだろう。時藤さん、いましたか？屋上も小児棟も見てもらったんですが、受付の人間も見た覚えはないということです。俺外探してきます。わかりました、1時間おきに連絡ください。はい。静か、もう、しゅうちゃん、どうしたの、こんな早く。どうしたの？心配した？抜け出しちゃった。子供みたいな真似するなよ。ごめん、もうしない。大丈夫、いなくならないよ。
から。だからもうしない。勝手にいなくならない。直視できてるってそう思ってた。でも違った。全然思ったように対処できなかった。病室に入って空っぽのベッドを見た瞬間、頭の中が真っ暗になった。怖くて何が何だか分からなくなった。覚悟なんて無理だよ。あいつを送り出す準備なんてできないよ。なのに病室を抜け出して、あいつどこに行ってたの？うちだよ。うち？帰ってきてたんだよ、あいつ。何しに？洗濯しに、洗い物しに。あいつ入院してから俺が貯めてたものを全部片付けに帰ってきてたんだ。ご飯まで作ったって。そう。台所やタンスとか、あちこちにいっぱいメモが貼ってあるんだ。洗剤の使い分けとか、調味料の場所とか、料理する時の注意とか、ゴミの日のこと、洗濯するの置いてある場所、夏服の場所。本当、子供に教えるみたいに。あいつ、俺が一人じゃ何もできないと思ってる。秀美が心配かけてどうするの？逆でしょ、立場が。分かってる。静香だって本当はずっと不安なはずなんだから。そうだな。今日は心配かけて申し訳ない。いいけどね、私は。長い付き合いでしょ。気持ちの整理つけないとな。そうだよ。俺まだあいつに未来与えてやれてないしな。え？どうしたのそれ？隣の部屋の女の子がね、くれたの。今日退院してた。いくつぐらい？この雪が溶けてタンポポが咲いたら3年生だって。友達だったの？うん、その子がね、お別れにくれたの。友達になった時、おしゃべりする相手ができて嬉しい、ずっと退屈してたからってその子に言ったのね。そしたらあの子、その言葉を覚えてて。話し相手にどうぞってくれたの？綺麗な髪をした子だった。窓から手を振ったらバイバイしてすごい勢いで走ってた。嬉しかったよ、退院できるの。その子もお前と友達になるまで退屈してたの。いいなあ、あんな女の子。ねえ、しゅうちゃんは女の子と男の子、どっちがいい？自分の子供として？そう。どっちってないな。家に帰っても子供がいるって考えたら結構変な感じだ。私はね、女の子がいい。姉妹がいたらいいなって思う。なんで？一人っ子だったからずっと欲しかったの。何でも教えてくれる優しいお姉さん、何でも相談しに来る可愛い妹。こういう話したことなかったよね。そうだっけ？していい？なんだか今日は具合がいいみたいだから、たくさん話したいの。いいよ。女の子同士でね、友達みたいな親子になるの。近所の人から、まあ親子じゃなくて三姉妹かと思ったわって言われるような。勉強なんてできなくていい。優しい子になってくれたら。喧嘩もするけど、何かあったら女三人で力を合わせてお父さんと対決するの。なんで俺は最初から対立してるの？そういうものなの。4人で楽しい家庭にするんだ。子供たちはいくつになっても喧嘩ばっかりして、しゅうちゃんに怒られてて、私はそれをにっこり笑いながら眺めてる。大きな窓があって、日曜の晴れた午後なんかは居眠りしたくなるような日だまりがうちの中にできるの。そんな幸せを私たちは満喫するの。大きく息を吸って、しゅうちゃんの誕生日には私がびっくりパーティーを計画して驚かせた。びっくりパーティー？そう、ちゃんと驚いてね。注文が多いな。それが私の夢。もっと話しておけばよかった、こういうの。私たちの夢が。俺もそんな幸せいいと思うから、二人の夢にしよう。ありがとう。ありがとうね、しゅうちゃん。一緒に夢を見てくれてありがとう。静か、あれ、もっとたくさん言いたいことがあるのに言葉が出てこないや。静か、ありがとうね。
当に。うまい。大丈夫、怖くなんかないよ。私はあなたとの思い出をいっぱい抱えていくんだから。一緒に夢を見たんだから。だからちっとも怖くない。静か！それと、体には気をつけて。熱血教師だからって無理したらダメよ。分かった。五所川原先生。分かった、相談する。静か！あ、それと、わざとやってんだろ、お前。びっくりパーティー。今かよ。驚いた。それは驚くだろ。これで思い残すことないな。おい。幸せになってね。しゅうちゃんがちゃんと幸せになってくれなきゃ私安心していけない。そんな心配するな。心配だよ、しゅうちゃん一人残していくの。一人で泣いてるんじゃないかって。泣かないよ、俺。泣くでしょ、子供みたいに。ごめんね、一人にしちゃってごめんね。いいアイディアがあるんだ。どんなアイディア？名前をつけないか。何に？していてもあいつがいるのがわかる。どの部屋を覗いてもあいつがいる。どの風景にも片隅に必ず静かがいる。生きてる時と何も変わらない。あれだよ、俺の中で静かは生き続けてるっていうやつ。それはね、それよ、それは悲しいんだよ。静かがいないから代わりに悲しさが秀美の中に住んでるんだよ。だからいつも一緒なの。ねえ、秀美、大丈夫？大丈夫だよ。
は翼に乗せての最終回を雑誌に掲載しました。しかし2年前の連載を覚えている読者は少なく、大きな反響もなく終わり、一冊の本として出版される話も消えてゆきました。そして時が流れました。憎みと戦争だ。主任だってようやく覚えたばっかりでくせに。頼みますよ、機械苦手で。本人のためになりませんからね。沖藤先生も覚えた方がいいですよ。先生だけじゃないですか、未だに手書きなの。なんか頭痛くなってくるんですよ、ワープロって。主任だって覚えたんですから、沖藤先生なら大丈夫ですよ。あの石頭だって使えるんですか。石頭ですか。石頭ですよ。こんな春休みまで緊急会開いて、おかげで春の計画がパーですよ。旅行でも無理やり行きましたけどね。はっ、先生はどこ、どこにも女房の7回忌もあったし。ああ、ですよね。全く困ったもんですよね、主任には。仕事熱心ですからね。健全な教育は健全な肉体からです。あれ以上どこ来たらいいんですかね。何を話してるのかな。主任、お疲れ様です、ご所管主任。何やら私の噂話をしていなかったかな。校舎の向こう側で聞こえた気がしたんだが。校舎の向こう側でも聞こえるんですか。なんせ珍しい名前だからね。そういう問題では広田先生が主任の若さの秘訣について知りたいと言って。おお、よく聞いてくれた。やっぱり日頃から鍛えておくことが大切だよ。鍛えておくことが、なんて健全な教育。なるほど、説得力あります。私たちの日頃の生活態度が児童たちにも影響を与えるんだから、心して鍛えないと。最近は食生活も見直していてね、内側からも鍛えようというわけさ。食生活、お青汁とかですか。もっと濃いやつだよ、知らないだろ。黒汁。黒汁、そんなものあるんですか。マンションにチラシが入ってね。それ大丈夫なやつですか。これがすごく効くんだ。あ、朝なんか目覚めすっきり、体だって前より軽いくらいで、ほら。あ、わかりました、わかりました。死に秘訣もわかりました。2年分買ったんで少し負けた結果です。僕も遠慮しておきます。どうぞ2人とも、後でお客様が来られるから。あるから2人のクラスに転入するこのお母さんが後で指導室の方へ。はい。ガオー、この町の腕が滅ぶし、ガシャンガシャン、ボー、やめなさい。これ以上の悪事は許さないわよ。うるさい、パンチ、これでも食らいなさい。ダン、うわー、やられた。お母さん遅いね。そうだね、すぐ来るって言ってたよね。だからすぐ来るよ。なんかあったのかな。途中で事故であったりとかしたのかな。どうしよう、お母さんまでいなくなっちゃったら。普通なこと言うんじゃないの。すぐ来るからおとなしく待ってなさい。あたしそこまで見てくれ。走るんじゃないの。あんた信じられないところで転ぶんだからな。まだ、うーん、お兄ちゃん、いやー、本当に怪獣みたいになってるよ。え、やだ、ギャー、怪獣みたいになってるの。ほら、立ちなさい。おんぶ、もう9歳でしょ、まだ。それにあんた私より大きいじゃない。歩けない、おんぶ。まあ、手続きはまた改めて。
せっかくなのでご紹介します。こちらが広田先生、春から3年3組を担当します。こちら時藤先生、5年生の受け持ちです。どうもよろしくお願いします。こちらこそ、島本です。子供たちのことよろしくお願いします。あの、島本さん、それでそのお子さんたちは、え、やだ、私ったら玄関に持たせたままだわ。すいません、ケヘ、今連れてきます。かなりの慌てん坊です。若いのに苦労なさってるそうだよ。旦那さん昨年亡くなってね、女手一つで大変だそうだ。ひろた君には妹さんの方を、ね、受け持ってもらう。ときとくんお姉さんの方、お姉さんなかなか難しい子だそうなんで頼むよ。どうもすいません、お待たせして。ああ、こちらが娘のゆうです。ゆう、ほら、こんにちは。ちゃんと挨拶なさい。すいません、強情な子で。いえいえ。でこちらが妹のマナです。マナ、ほら、ご挨拶。こんにちは。あら、マナまで緊張しておとなしくなっちゃった。珍しい、家ではお姉ちゃんと喧嘩ばっかりしてるくせに。それは仲がいい証拠ですね。本当はやんちゃなんです。何かしたらすぐ叱ってください。そんなことないよ、お母さん、やめていいよ。マナ、マナ、あんた何してるの。お姉ちゃんに頼まれて。すいません、これこの子のお気に入りの人形で。はあ、どういうこと。マナ、こんな変装させて人形に騙されるわけないでしょ。騙されてたよね。お姉ちゃんは、ユウはどこ。わかんない、どっか行った。帰ったって、いつの間にこんな完璧な人形使いを。生きてるのかと思った。私探してきます。我々も探しましょう。あ、そうだ。あ、じゃあ俺グランドのあたり見てきます。島本さん、お母さん、はい、お嬢さんの特徴は、思いやりのある子です。わかりました。私を困らせた覚えも一つもない。でもそんなはずないですよね。
きっといっぱい我慢してるんですよね。本当は12歳の女の子らしくわがまま言ったりたまには甘えたりしたいはずですよね。羽目を外して遊んだりしたいはずですよね。絶対どこか無理してるんですよね。私が無理させてるんですよね。島本さん泣かなかったんですあの子。え、父親が死んだ時一度も私の前で病院でもお葬式の時も一度も泣かなかったんです。もう少し広田先生もまだに捕まってたんですよ。やっと解放してくれましたよ。そうですね、春までの辛抱です。春になればクラス替えがありますからね。それじゃあお先に失礼します。はい、じゃあまた明日。広田先生まだ遊べ、まだ遊べ、お前もう下校時間だぞ。帰れよ。まだ遊べ、まだ遊べ。あの子たちはまだ隠れんぼしよう。嫌だ。わがままだな。じゃあ何ならいいんだよ。おままごとならしてやってもいいぞ。勘弁してくれよ。いいかぁ。ペットにすんな。やればいいんだろ、やれば。嬉しいくせに。広田さん、春までの我慢、春までの我慢。あなた、お帰りなさい。ただいま。遅かったのね。取引先と食事することになった。また食べてきたの。ごめんって。私が作ってあげた料理、あなた全然食べてくれないじゃん。しょうがないだろ、これだって仕事だ。私だってあなたの役に立ちたい、力になりたいと思って毎日毎日夕飯の準備してるのに、一晩経ってそれをゴミにしなきゃいけない時の私の気持ち考えたことある？電話するくらいのことを。無理して作らなくていいよ。じゃあ、じゃあ私は何だろう。あなたの家政婦じゃないのよ。じゃあどうすればいいんだよ。もう耐えられない。アナ、実家に帰らせていただきます。アナ地味。そろそろ閉館だぞ。分かってる。ちょっとだけ待って。もうほとんど読んじゃったんじゃないのか。まさか。まだいっぱいあるよ。卒業するまでにできるだけ読んでおきたいの。中学校の図書室に同じ本があるとは限らないでしょ。うん、好きだよな。うん、作家になりたいのか言うわ。えへへ、大変だぞ作家は。たくさん勉強しないと。分かるの先生。あ、知り合いに作家の人がいて話聞いたことあって。へえ。言うわ、どんな作家になるの。分かんない。いろんなお話を書いてみたいから。冒険小説、探偵小説、恋愛小説、時代小説、ファンタジー、SF。いいんじゃないか。でもね、一つだけ決めてるの。もし作家になったら、初めて私の本が出版されたら、その時はね、賢治を書くの。賢治？本にあるでしょ？題名の次に来る、この本を誰々へ捧ぐってやつ。あれ、そんなことも知らないの先生。悪かったな。なんで書くんだ、賢治。この本を天国の父へ捧ぐって。いいでしょ。お。それがね、私の夢。優しいんだな、ゆうは。お母さんに何か言われた？え？言われたんでしょ。怒ってた？心配してた。ゆうのこと心配してた。来年は中学生なのにって。困ったな。お母さんに余計な心配与えたくないのに。お母さんは何も心配させないゆうが心配なんだよ。なんだ？先生、お母さんのこと好き？ふざけるな。いいんだよ別に。怒らないから、トキトー君正直に告白しなさい。わかるじゃない。嫌いなの？嫌いって語弊があるの。じゃあ好き？だからだって正直嫌いだなってお母さんだっているでしょ、生徒の。それはまあ委員長のお母さんとか。あの人は確かにきついっていうか、ぐいぐい来るもんだ。なんでも喋らせるの。ベテランの刑事かお前は。なんだ、先生とお母さんが夫婦になれば面白いと思ったのに。おい、だってお母さんには必要だもん。誰か一緒にいてあげる人が、そばで支えてくれる人が必要だもん。お母さんね、すごい頑張ってるんだよ。お父さんが死んじゃうまで仕事なんかしたことのないお嬢様だったのに、一生懸命朝から晩まで働いて。マナはいくつになってもあるし、私は可愛くない子供だし、お母さん苦労が絶えない。この2年でお母さん小じわがいっぱい増えた。いいことなんて一つもない。時々泣いてるんだお母さん。私が知ってるって言っちゃダメだよ。ほんと時々ね、泣いてるの、声を殺して。だからお母さんには幸せになる権利があるだよね。いっぱい苦労してるんだもん。幸せにならなきゃダメだよね。幸せにならなきゃおかしいよね。だからお母さんは幸せになっていい。泣いてばかりいてはダメ。結婚して幸せになる権利がある。そうだな。お母さんは新しく愛する人を見つけるべきなの。いつまでもお父さんに縛られてないで。
だからお父さんは代わりに私が覚えていてあげるの。え、私が代わりに覚えておくの、お父さんのこと。かわいそうでしょ、みんながお父さんを忘れてしまったら。寂しがるでしょ、お父さん。そうだけど。何？優は寂しくないのか。こんなお話がある。恋人であるロボットと別れて天国に帰ってしまう天使の話。天使は天国に帰る前に自分の羽に書いておく。何を？思い出を。天使はその羽一枚一枚に恋人との思い出を書いておくんだ。そして天国に帰ってその羽に温かく包まれながら過ごす。見回せば幸せだった日々がそこにある。手に取って一枚一枚丁寧に見返すことも思い返すこともできる。思い出は尽きない。天使はいつまでだってそうしていられる。お父さんはきっと寂しくなんかないよ。どうして？幸せな思い出がたくさんあるだろう。どうしてわかるの？見たわけでもないのに。思いやりのある優しい娘がいたから。そんなの保証するよ。優はとても可愛い子供だった。偉かったな。え？今まで泣かないでよく我慢したな。偉かったな。でもそんなに我慢することない。お母さんはきっとちゃんと受け止めてくれるよ。ダメだよ、迷惑だよ。優は泣いてるお母さんを見てお母さんのこと嫌いになったから。お母さんもきっとそれと同じだよ。さあ帰るぞ。あ、ちょっと待って、あと一冊あった。何探してたの？プロに学ぶ誘導尋問術。先生、今のお話って先生の知り合いだった作家の人が書いたの？そうだよ。なんて作品？翼に乗せて。読んでみたいな。本になってないんだ、先生も直接聞いた。なんて人？今も書いてるの？作家だったんだ。今は何してるの？さあ何してるんだろうな、毎日。先生、先生、お母さんのこと本当に好きなんだね。だから分かってる、そういうことにしておくから。娘への影響考えてよね、難しい年頃なんだから。だからそうじゃないって言ってるだろ。分かってる分かってる。本当にそうなのか？幸せなのか、お前は。思い出だけで幸せなのか。コガステーション。パラダイスに行かせて、同じ風の中、みんなみんな、ワオ。以上をもちまして、第22回カモメ第三小学校卒業式を全て終了させていただきます。卒業生の皆さん、皆さんはこれからは立派な大人です。行き過ぎた飲酒喫煙は控え、身を持ち崩すようなギャンブルは主任、早いです、まだそんな年では。そうか、いいですか皆さん、大切なのは3つの木と言って1つは根気。主任、図書川は主任。なんだね。それは結婚する2人に送る言葉です。何、以上終了、解散。どうしてアドリブかけてうまいこと言ってやろうみたいな攻め心出すんですか。仕方ないじゃないか、ドキドキが悪いんだよ。ちゃんとワープの面識に送っといてくれないから読めないじゃないか、したがって。とんだ働き物じゃないか、頼むよ今度からは。すいません、荒れてますね、ご紹介の主任。聞いちゃったんですけど、お見合いしたらしいんですよ。主任同じぐらいの年齢の方と。そしたら真面目すぎて面白みがないって断られてるんです。だからあんなに。卒業ですね。どうです、泣かないんですか。肩の荷が下りた気がします。意外とドライな時として気が重そうですね。もう小豆相場には手を出さないって約束したから。
キシコの給食費にまで手をつけて、どうするのよこれから。うさい、倍にしてお前にもいい暮らしを味わわせてやろうっちゅう心遣いじゃ。もういや、こんな生活実家に帰らせていただきます。マナー、実家に帰るって言いたいんだ。滝藤先生、お世話になりました。別に僕は。先生のおかげです。何がです？あの子、笑うようになりました。前より。子供なんてそういうものです。そうですか？そうですよ。見守ってさえいれば自分で元気になって走り回ってるものです。そうでしょうか。お母さんが見守っていてくれたから。あいつはきっとそれに気がついただけです。ありがとうございます先生。ああ、中学校行っても頑張れ。先生、5月18日だから。誕生日、お母さんの。何言ってんの言う。ちゃんと覚えておいてよね。分かった、忘れない。約束ね。なんかすいません。今度電話してもいいですか？そんな、こちらからします。助けて先生。もし本が出せたら、最初の1ページ目には献辞を書きます。天国の父と母と新しい父に。それが私の夢です。正真正銘俺がやってるの。偉いだろ。意外。週末にまとめてたけど、綺麗に保つってのもなかなか大変だな。まあいい加減慣れたけど。どうした？そんなに驚いたの？うん、驚いた。だろ？あの頃のままなんだもん。何一つ変えてないんだ。静香がいた頃と。この家だけ10年前から時間が止まったままみたい。渡したいものって？ああ、これ。何だ？原稿、翼に乗せての。どうして？実はうちの会社ね、倒産するの。あ、今までよく持ったと思う。でもやっぱこの辺が限界みたいで、大手の出版社に吸収合併されるの。へえ。その際、利益を上げていない部署は閉鎖されるの。静かの作品、絶版扱いになるの。絶版？そう。そうか。もう販売されないの？うん。新しく発行することはもう。全部？うん。全部。倉庫の原稿は私が処理していいって言うから、静かの原稿全部秀美に返した方がいいと思って。昨日郵送したから明日には届くんじゃないかな。じゃあどうしてこれだけ？私ね、仕事辞めようと思ってるの。辞める仕事。お前どうして？学生の時から夢だったろ。お前、私の情熱もこの辺が限界。なんかめんどくさいことが増えちゃってね。やりたいことだったのかどうかわからなくなっちゃう。その子、その私の最後の仕事。それにこれは直接渡したかったんだ。どうして？だってありがとう、届けてくれて。よかった。いいに決まってるじゃん。どうだったんだろう、わからないよ私には。ありがとう、大切にする。そうか、絶版か。仕方ないよな、売れてないよ。児童文学は息が長いんだけどね。よく言うよな、作者は死んでもその魂は永遠に作品に宿り愛され続ける。言うね。だとしたら静香は誰にも愛されなかったってことになる。秀美、静香の魂は誰にも。時藤です。出ないよ秀美。秀美。
ご用件のある方は発信音の後にメッセージをお願いします。よりこです。電話してごめんなさい。お休みの日だから自宅にいるかなって思って。また電話していいですか？ひでみ、私のしたことが迷惑だったら言ってください。私ずうずうしいからすぐ調子に乗っちゃって。ひでみ出なさい。それじゃあまた。あ、お誕生日おめでとう。ひでみ、どうして出ないの？どうして答えてあげないの？あなたのことを思ってわざわざ誕生日に電話してきてくれたんでしょ？どうして避けるの？どうして拒む必要があるの？俺は答えてあげられないから。だからどうして？俺は静香を忘れられないから。忘れろなんて誰も言ってないじゃない。忘れられるわけないじゃない。私だって静香のことは一生忘れない。でもね、私たちは生きてるし、これからも生き続けるの。この部屋みたくずっと止まったままではいられないの。秀美のことを思ってくれる人もいるんでしょ？それを死んだふりして無視するの。秀美の手で幸せにできるし、秀美だって幸せになれるの。料理作ってくれるって言ったんだ。は？料理作ってくれるって、彼女。それでうちに来ることになった。醤油がさ、切れてた。それで？スーパーに買いに行ったら、これまたいつも買ってるやつが切れててさ、仕方がないから違うメーカーの醤油にしたんだ。それで？うちに帰ってきてから思い出したんだ。静香はそういうのを妙にこだわってて、醤油は絶対キッコーマンの同じやつしか買わなかった。試しに舐めてみたんだけど、全然味の違いなんて分かんなかった。分かんなくなってるんだ、静香との生活が。確かにあったのに、俺との間にちゃんと存在したのに分からなくなってるんだ。どんな生活だったのか、どんな手触りがしたのか。秀美、あいつの影響で俺の物の見方や考え方は随分変わった。なのに抜け落ちてるんだ。俺の中からどんどん怖いんだ。あいつを忘れていくのが、気づかないうちに静香の実感を失っていく自分が。それに気づいたら彼女をうちに呼ぶなんてできなくなった。静かなことは一生忘れない。そりゃそうだ、俺だって忘れない。でもな、記号や言葉じゃないんだ。一人の実感を持った人間だったんだ。俺でさえそれを忘れてしまったらどうなる。あいつがどんな人間だったか覚えてる人間は誰もいない。あいつがどんな風に優しくて強くて温かかったか、あいつがどんな考えをしてどんな笑い方をしたか、消えてしまう。全部この宇宙が。家をそのままにしても、部屋中のメモをそのままにしても、それでも俺は一日一日あいつを失ってるんだ。今これからこのままにしてるのに、10年前のままのはずなのに、今だとすぐにそこから降って静香が出てきそうなのに、俺は静香が抜け落ちないようにするだけで精一杯なんだ。それで秀美は幸せなの？幸せだよ。悲しくても寂しくても幸せだよ。俺の中の悲しさや寂しさを他の何かで埋めるわけにはいかない。だってそれは静香がいた証なんだから、静香そのものなんだから。時藤です。こんにちは。何してました？古い友人と会ってました。そう、留守電聞きました。ありがとうございます。そんな、本当はもっとちゃんとお祝いしたかったんですけどね。え？誕生日得意なんですよ、ケーキ作るの。初めて電話くれましたね、時藤さんから。初めて喜んでいいのかな。島本さん、お話があるんです。はい。
てきそうなんだよ。静かだ。いるんだよな、静か。隠れてないで出てこいよ。見つかった。ほらな、知ってたんだ。隠れてるだけですぐに出てくる。だいぶ探した。ちょっと前、9年間、そんなもんだ。まだまだ甘いね、私。喜んでくれるよな、安心してくれるよな。もう一回、今度は見つからないよ。あんまり上手に隠れるなよ。上手に隠れちゃうと俺見つけられないから。幸せになってください。先生も
幸せになってくださいね。体に気をつけて。はい、あなたも。さよなら。さよなら。そろそろ帰るよ。こんなところにお前がいるなんて思ってないけど、何かに向かって話しかけたい気分だ。元気か？俺の声聞こえるか？家な火事で全部燃えちゃってさ、大変だった。お前のものも燃えちゃったよ。なくなっちゃったよ。お前が書いた原稿も写真も全部何もない。空っぽだ。俺さ、何
んで生きてるんだ。12年前のあの日、本当はお前とあんな約束をするんじゃなかった。本当はお前と一緒に行くべきだったんじゃないか。手つないでさ、それなら怖くないだろう。なんでここにいるんだろうな、俺。何してるんだろうな。お前はもういないの、どこにも。まだ、ダメか。行っちゃダメか。そっち。最近はよく考えるんだ、そういうの。でもさ、怖いんだよ。死にたくないんだよ。刃物手首に当てるの考えただけで怖くなるんだ。バカみたいだよな、俺。手つないでてもらうわけにはいかないもん。静か。しんどいよ。苦しいよ。しんどいよ。静か。
いですね。言ったら大げさなんですよ。島本さん、再婚は？嘘です。あれ、全部。こんな形でバレちゃうなんてかっこ悪いですね。大丈夫ですから。心配いらないですから。学費と生活費を稼ぐのにハードワークで働き疲れて、ついに返済するあてのない大金を町金融から借りた上入院までしちゃったけど、心配いらないですから。本気で言ってます。どうかね、笑えませんか？笑えません。生命保険入ろうかな。あの、よりこさん、心配いらないですから。プレッシャー与えてません。どうかね、笑ってください。先生。もう大丈夫か？うん。ごめんね、連れてきちゃって。いいんだ、気にするな。帰っちゃうんだ。仕方ないよね。今だけでいいってお願いしたしね。先生、お母さんのそばにいてあげて。お願い。いろいろあるのかもしれないけど、好きなんでしょ、お母さんのこと。俺はな。知ってる。奥さんがいたんでしょ。お母さんから聞いた。先生は今でも亡くなった奥さんのことを愛してるんだって。どうして？苦しいだけでしょ。先生は死んでないんだよ。生きてるんだよ。好きなんでしょ、お母さんのこと。もう過去の人なの。お母さんとじゃ幸せになれないの。お母さんは生きてるんだよ。先生のこれからの人生、ずっとそばにいてあげれるんだよ。俺はな、一度も自分を不幸せだと思ったことはないよ。嘘だよ。そばにいるよ、あいつは。これからの人生も俺はずっとあいつと一緒だ。嘘だよ。幸せだ、俺は。嘘だよ、強がりだよ。誰もいないよ、先生の周りには。先生は幸せなんかじゃない。小学生の時の私と同じ、お父さんだけが友達だった時の私と。寂しい時はお父さんに話しかけた。お父さんがいてくれると思えばお母さんに甘えるのも我慢できた。でも実際お父さんは現れてくれなかった。話しかけても返事してもらえなかった。寂しくても手を握っていてくれなかった。悪い夢にうなされて夜中に目が覚めても私は一人だった。誰も大丈夫だよって言ってくれなかった。悪い夢にうなされて目が覚めた時、先生は欲しくない、そばにいてくれる誰かが、手をつないでいてくれる誰かが。それでも先生は幸せ。俺はダメだ。俺はそんな風に幸せになっちゃいけないんだよ。どうして？奥さんを裏切ることになるから。奥さんは幸せじゃないの？先生言ったじゃない、死んだ人は思い出を抱えて天国に行くんだって。幸せな思い出の一つ一つを羽にして天使になるんだって。だから寂しくなんてないんだって。奥さんは幸せじゃないの？笑ってるんじゃないの？奥さんは今の先生を見て喜ぶの？お願い先生、お母さんのそばにいてあげて。幸せになれるよ先生、なっていいんだよ。奥さんだってきっと喜ぶ。どちら様でしたっけ？
雲に送るんじゃなくて、ちゃんと的を絞る。はい、今若い人の作品をブームみたいに取り上げるのが流行ってるから、それを逆手に取って利用したりね。ちょっと自分には無理かな。作為的になることはないわ。自分で思うまま書くのが一番。わかりました。小説書けたら読ませてね。読ませられそうなのが書けたら。驚いたな友人に突然こんな大きな娘ができて。驚くでしょ普通。八木さん、先生の昔からの友達なんですよね。うん、長い付き合い。優さんが生まれるもっと前から。聞きたいな、先生の父の昔の生活。今度ね、こっそり教えてあげる。ありがとうございました。すまないな、突然。何かと思った。いきなり呼び出されて相談に乗ってくれっていうか。いい子だろ。うん、賢そう。賢いよ、実際。わかる、作品からでも感じられるもん。どうだ、あいつ、才能ありそうか。うん、あるよ。あっさりしてるな、お世辞か。違うって、本当に。本当にユウさん、才能あるよ。じっくり育てていけば、十分通用する。ありがとね、合わせてくれて。知り合いに、文芸誌の編集の仕事してたやつがいるって言ったら、合わせてくれてしつこくって。パパは苦労するね。パパか。再婚するんだ。来月、正式にだ。静かには。この間17回忌の時に報告した、うん、奥さんになる人に連れて。静かも喜んでるよ絶対。どうだろう、俺にはもったいないって怒ってるかも。もう一緒に暮らしてるんでしょ。あ、幸せになるんだね。あ、おめでとう。ありがとう。私も一つ祝ってもらうことがあるの。何？再就職決まったの。え、もう一度編集の仕事頑張ってみようと思って。雇ってくれるってところがあってね。前同じ雑誌やってた人の下で働けるの。よかったじゃない、再スタートだ。合わせてくれてありがとうって、そういうことか。うん、やっぱり後悔すると思ったんだ。あのまま編集を諦めてたら。まだ人生先が長いし、やりたいことでもやってなきゃやってられないでしょ。頑張れ。再スタートだね、お互い。あ、そうだな。幸せになるんだよ。あ、幸せになるんだよ、本当に。私は心の中でそう願いました。これからは何事もなく、時が過ぎることをただ願いました。彼の未来を過去が決して邪魔しないようにと。邪魔しないでください、彼の幸せをどうか。無理ですよ。消えてしまうものもあれば、時の流れの中でいつまでも消えないものもある。あなたの情熱のようにね。時は止まってくれなかった。今年度文芸木曜新人賞は島本優さんに贈られることが決定いたしました。コングラチュレーション。最年少での受賞になるんですよ。ヤギさん、おめでとう。はい、これどうもありがとうございます。まさかうちの新人賞を狙うとは思ってなかった。作為的になったんです。ヤギさんのところが一番若い人を歓迎するかなって。まんまと歓迎したわけか。うちは社会人1年目の女の子に手玉に取られるなんてね。ヤギさんのアドバイスのおかげです。ご両親様は？先生とお母さんはお世話になった先生がうちに来るとかで。行ってきまーす。どちら様ですか？あれ、もしかして校長先生？え、やだ、すごい懐かしい。先生どうしたんですか、うちに来るなんて。先生呼びますか？君はマナですよ。マナ覚えてないんですか？マナ、それちょっとショック。おいやー、そう、分かってるよ。もちろん妹のマナさんだよね。覚えてる覚えてる。いや、ちょっとその随分イメージが変わったから。やだ校長先生、自分こそなんですかその格好。無理しちゃって。無理。先生まだ独身なんですか？なあ先生。あー、トキト君久しぶり。今日はお招きどうもありがとう。お久しぶりです。こちらこそありがとうございます。マナ、ちゃんと挨拶したの？先生ひどいんだよ、私のこと覚えてなかったんだから。いやー、その随分大人っぽくなってるから。中身は変わってないんですよ。
先生、私だってもう女子大生なんだよ、女子大生。すいません、なんか失礼なこと言っちゃった。いやー、構わんよ、うん。あ、お母さん、私今日遅くなるから。またじいちゃんに誘われてんの。どうせ合コンでしょ、そんなことばっかりして。就職活動はちゃんとしてるの。大丈夫だって。先生からも何か言ってください。あんまりお母さん心配を。え、五所川原先生。あ、え、いや、なんでもない。行ってきまーす。まだ。すいません、なんかみっともないところを。あ、いいんだ、いいんだ。じゃあ、お邪魔させてもらおうかな。どうぞ。しかし、時間が経つのはあっという間だね。あの走り回ってた子がね。お姉さんの方は。じゃあ、車持ってくるから。時藤優さんですよね。はい。新人賞受賞おめでとうございます。作品読ませていただきました。あ、私文芸新報の兵野と言います。はい。優さんの小説大変面白かったです。文章がいいですね。生まれつきの才覚でしょうか。知的でいやらしいところがない。どうもありがとうございます。ぜひ一度他の編集者のいないところで優さんのお話聞かせてもらいたいですね。そんな面白くないですよ、私の話なんて。何言ってるんです。大変興味深い。特に家庭環境のお話とか聞きたいな。ゆうちゃん、お待たせ。さあ乗って。あなた、これは文芸木曜の八木さんじゃないですか。ご無沙汰してます。何を話してたの。ゆうちゃん、何か言われた。いえ、特に何も。安心してください。当たり障りのないことしか言ってません。帰りなさい。八木さん、どうしたんです。この人何者なんです。知り合いですか。同業者ですよ、ただの。そう、ただの同業者。認めたくないけどね。さあゆうちゃん帰ろ。送るから乗って。ゆうさんの文章好きですよ。血は争えないですね。行くよ、ゆうちゃん。何言ってるんです。血は争えないですね。親子揃って作家とは。何言ってるんです。何のこと言ってるんです。私の親は。やめなさい。そっか、血のつながりはないんでしたっけ。すっかり忘れてました。ゆうさんは秀美さんの再婚相手のお嬢さんでしたか。兵庫八木さん、静かにしていてください。どういうことです。聞きたいですか。ぜひ。血は争えないってどういう意味です。ここ4、5年、ある作家の作品がブームになっていることをご存じないですか。ある作家。その作家はもう20年近く前に亡くなっていて、残された作品も出版当時ほとんど売れなかったためずっと絶版になっていたが、ある有名人が愛読書としてテレビで紹介したのをきっかけにじわじわと人々の間に広まり、今や作品が復刻ブームとさえなった。その作家の名は七瀬ひらめ、本名時藤静香。あなたのお父様の奥様だった方だ。ゆうちゃん、黙っていてください。知らなかったんですか。それで。それで私に近づいた目的は何です。察しがいい。七瀬ひらめは一つの作品を残した。彼女にとって初めての雑誌連載だったその作品は最終回を残し、彼女の健康上の理由により休載となった。そしてそのまま彼女は夫と未完の作品を残しこの世を去ったと思われたが、2年後の1986年、唐突に雑誌に最終回が掲載された。もちろん当時誰も気に留めなかったが。それで探してるんですよ、その幻の原稿を。出版したいんですよ、きちんと一冊の本にして。ところが当時の出版社は倒産。元の原稿ももちろん残されていない。手がかりは当時七瀬ひらめの担当だったこの人と奥様の著作権を管理しているあなたのお父様だけだ。ゆうちゃん、隠すつもりは。ところが原稿がどこにあるのか教えてくれないんだこの人は。父に直接聞けばいいじゃないですか。聞きましたよ何度も。でも秀美さんも教えてくれない。みんなして触れたくないみたいなんですよ、翼に乗せてについては。翼に乗せて、聞いたことがある。小学生の時図書室で教えてくれた。ロボットと別れて翼に思い出を記して天国に帰る天使の話。その先は。その先知らないんですか。物語にはまだ続きがあるんです。一番肝心なところが抜けてるんですよ。それじゃあやめなさい。兵野、ゆうちゃん聞くことない、耳を貸す必要ない、こんな男の話。どういうことです。教えてください。続きって何です。肝心なところって何です。あの物語は離れ離れになってしまうロボットと天使の悲しい物語。違います。翼に乗せてはそんな悲劇ではない。永遠を誓い合う恋人同士の希望についての物語です。永遠。そうです。二人は離れ離れになる前に誓うんですよ、自分たちの愛情が永遠であることを。永遠の愛。作品を残し亡くなった妻、
残された夫美談になりますよ。原稿が見つかればどうして答えてくれないんでしょう。秀美さんは義理の娘にも内緒にするなんて後ろめたいことでもあるんでしょうか。兵庫、ゆうちゃん待って。どうして教えてくれなかったんです。聞いて、ゆうちゃん。どうして秘密にしてたんです。私は母さんに言えないほど大切なものなんですか。先生の心の中は今でも奥さんにいっぱいなんですか。母さんはただの同居人なんですか。聞いて、ゆうちゃん。いい、これだけは信じて。それはもう消えてしまったものなの。それはもう幻となったもので今は存在しないものなの。ゆうちゃん、あなた無免許でしょう。あなたはいつかはバレるでしょ。隠したってこんな形で教えることないじゃない。あなたがいけないんですよ、八木さん。原稿のありかを教えてくれないから。あなたが内緒にして得することないじゃないですか。またそうする権利もない。教えてください。翼に乗せてはどこにあるんです。それは知ってるんでしょ、あなたは。どうしたの、ユウ。今日、受賞パーティーとかじゃなかったの。先生は校長先生とお出かけしてる。どうしたの、八木さんと一緒じゃなかったの。うん。何怖い顔して。母さん。なーに。あのね、それじゃあ、時藤くん、夫婦で末永くお幸せにね。ありがとうございます。まあ、時々こっちの方、外で遊びたくなって困ったらいつでも行ってくれれば。いや、困らないと思うので。いい気なもんだな。いつまでも続くと思うなよ、校長。あ、どうかしたかね、時藤くん。私、今何か教育者にあるまじき言葉を打ち切ったかね。人間味あふれる言葉だったかと。飲みすぎてしまったようだね。いやー、深く。でも正直安心したよ。もう大丈夫か。何のことです。新しい人生を歩み始めたんだね。あ、はい。なら頑張れ。振り向いてはいけんよ。目の前の人を幸せにすることだけを考えるんだ。分かってます。お互い苦労してる分分かり合える部分も多いだろう。そうですね、もうお互い大人ですし、これからはその苦労を分かち合えるわけだ。頑張って幸せにな。君が夢見た幸せな家庭を築くんだよ。じゃあそこでタクシーでも拾って帰るから、ここでいいよ。それじゃまた学校で。それじゃあお気をつけて。俺の夢見た家庭。なーに。いや、そのパーティー終わるの早かったのね。え、うん、退屈だから一人で出てきちゃった。八木さん友達と話あるって言うし。そう。で、え、話って。ああ、なんだっけ、忘れちゃった。何それ。何してたの。時藤先生のスーツ繕っていたの。小学校の先生って全然服とか持ってない職業なのね。びっくりしちゃった。人によるでしょ。先生が学校でスーツ着てたとこ見たことない。嘘。卒業式とかあるでしょ。ああ、そうか。何？私たちって先生のこといつまで経っても先生ね。ああ、そうだね。直しなさいよ。私よりも母さんの方がまずいでしょ。夫婦なんだから。かな。夫婦だもんね。そうだよ、夫婦なんだから。愛し合ってるんでしょ、二人は。どうしたの、酔ってる。母さん、はい、幸せ。うん、今まで生きてきて2番目に幸せ。2番目。1番はあなたとマナが生まれた時、同点1。何言ってんのよ。それぐらい今の幸せ。嘘かもしれないよ。嘘？今の幸せが嘘だったらどうする。例えば先生に愛人がいたとか。いないわよ。だから例えばよ。へえ、どうする、嘘だったら。でも幸せなんでしょ。でも嘘なんだよ。そっか。その時考える。母さん、だってそれを決めるのは私でしょ。嘘か嘘じゃないのか、本当か本当じゃないのか、幸せか幸せじゃないのか。幸せだもん、私。本当にね。今日泊まってくでしょ。ご飯作ってやる。どうせ自分では大したもの作ってないと思って。
ただいま。帰りなさい。ユウは？あれ今日来るんじゃなかったの？いや、来てたの、さっきまで。あれ、どうしたんだろう？帰ったのかな？おとなしい。あたし出るね。はい、時藤です。はい。はい、今変わります。時藤先生、電話です。誰から？今日のって人。変わって。二度とかけてくるな。これからこの人から電話があったらすぐに切っていいから、何も聞かずにすぐ切って。パプアニューギニア。そう、会社の友達と夏休みに旅行に行くんだって。だからってパプアニューギニア、前から行ってみたかったんだって。ユウも変わった趣味してるな。行くの許す？反対する理由ないだろ。でも気まずくない？ユウばっかいい思いしてるみたいで、うちにはまだ厳しい競争を戦ってる子供もいるのよ。ただでさえ居場所のない思いをしてるんだから。ただいま戻りました。おかえり。部屋でエントリーシートを書いているので、あまりうるさくしないでください。分かった、気をつけるよ。まだ晩ご飯何がいい？食べさせていただけるなら何でも構いません。ああ、まだそんなこと言って、こんな他人行儀な言い方しないの。仕方ないじゃない。昨年2003年の新卒就職率は70年代以降最低の 55.1% だったんだから、就職浪人でも社会の落語者でもマナーは何も恥ずかしい思いをすることない。その通り。恥ずかしい思いは母さんがするから。おい、うわー、母さんのバカ、グレて犯罪を犯して報道されて少女 A になってやる。マナー待ちなさい。あんた結構いい年だから少女 A じゃなくて住所不定無職になるのよ。うわー、マナー。住所はあるだろ。追い出されると思ったんじゃないか今だと。見てくる。どうしたら絵心ってもの分かってくれないのかしら。はい、文芸新報の者です。時藤優さんのお宅ですよね。はい、はあ、間違いじゃないですか。あいつこっちの住所を連絡してます。ええ、ここだと。一昨年一人暮らしを始めて家を出たんですよ。おかしいな、出版社の方ですよね。ここって聞いてます。はい、入った。何考えてんだろう、優のやつ。お父様ですか？あ、はい、優の父親です。お若いですね。え、僕ですか？いや、実は血は繋がってないんです。え？いや、そういう意味で若いって言ったんじゃないんですよ、秀美さん。え、なんで僕の名前を？いや、若いっていうのはね、電話の声で想像してたよりずっと若いってことですよ。あんた。僕もね、よく言われるんです。電話だと声が全然違うって。だから直接会って喋ってもなかなか誰か分かってもらえないんですよ。特に初対面だったりする。はじめまして、時藤秀美さん。やっと会えた。兵庫か。気づいてくれましたか。嬉しいな。なんせ7年越しの対面だ。何しに来た。決まってるじゃないですか。どうしたの、お客様。帰ってくれ。話が済めば帰りますよ。どなた、この方。いや、文芸新報の兵庫と言います。はじめまして、奥さん。兵庫。秀美さん、いい加減教える気になりませんか。しつこいな、あんたも。そんなに大切にしたいですか。何、あなた、この方何を話してるの。教えてあげたらどうです。この男は俺の死んだ前の女房について調べてるんだ。あなたの前の奥さん、静香さんのこと。どうして。それは作家だったんですよ、七瀬ひらめという。七瀬ひらめ、知ってる。そう、あの一昨年話題になった今は亡き幻の女流作家だ。その人があなたの前の奥さん。ゆり子、私はその七瀬ひらめの残した幻の小説、翼に乗せてにを探しているんです。教えてください、秀美さん。あなたが持ってるんですよね、原稿。文芸木曜の八木さんは前の出版社が倒産した時、作品の原稿は全てあなたに返したと言っている。私に預けてください。今こそ再発されるべき作品です、あれは。もう表舞台に出したくはないんです、あの作品は。静香さんの残した数少ない作品ですよ。それでも。七瀬ひらめの作品は静香さんの生きた証なんじゃないですか。それでも。わからない。世に残ってこそ作品でしょう、作家でしょう。静香さんの手、それを望んでるんじゃないですか。そんなはずはない。どうしてです。静香さんがあなたに捧げた個人的な物語だからですか。
静香さんがあなたに捧げた永遠の愛についての物語だからですか。違う。うるさい、うるさい。うわー、燃えたんです、あれは。あ、6、7年前かな。家が火事で燃えてしまったんです。火事、燃えた、灰になったんです。翼に乗せては。何も残ってないんですか。ノートとか作品のスケッチとか。何も残ってないんです。全部灰になったんです。燃えてしまって何も残ってないんです。だから帰ってください。わかりました。とりあえず帰ります。すみませんでした、奥さん騒いでしまって。時任さん、私諦めませんから。原稿は残ってる。あなた嘘をついてる。それくらいわかる。何を守ってるんでしょうね、旦那様は。失礼します。大きな声出しちゃった。マナに謝ってよ。君がとなったの。ん、何言ってんの。私そんなことしない。とな、うるさいって。あなたが騒いだんでしょ、あの人に向かって。覚えてないのか。何言ってんの。もう気にすることないから。何を。何をって。あの男のこと、それとも静香さんのこと。残ってるんだ。あなたの中の静香さんは消えてないわけだ。のりこ、ごめんなさい、こんな言い方。当たり前だよね。当然当然。やだ。お互い様お互い様。私だって旦那がいたんでしょ。晩ご飯の支度するね。でも寂しいな。どうして聞かなかったんだろう。より子、気になっていたのに、どうして聞かなかったんだろう。静香さんのこと、あなたの小さな頃のこと、かつてのあなたがどんな人だったのか、どんな夢を持っていたのか、どんな愛情を持っていたのか、気になったけど聞かなかった。触れちゃいけないような気がしていたから。あなたは時々思い詰めたような顔をしたり、誰かを探すような目をしていたけど、何も聞かなかった。今ちゃんと愛されてるならそれでいいじゃないか。私だけを見てくれているならそれでいいじゃないかって。信頼しなきゃダメだ、信じなきゃダメだって。私たち夫婦なんだから。どうして聞かなかったんだろう。私たち夫婦なのに。晩ご飯作らなきゃ。幸せになるんだよ。待って。何。信じてほしい。何を。幸せになってね。あなたがちゃんと幸せになってくれなきゃ私安心していけない。君とちゃんと夫婦として生きていきたいんだ。支えたいとかじゃなく必要なんだ。俺の人生には海子、君が。しゅうちゃん頑張れ。俺は君を信頼してる。だから君も信じてほしい。バイバイ。私たちちゃんとやっていける。バイバイしゅうちゃん。やっていこう、二人で力を合わせて。しゅうちゃん。
幸せになってね。でももし柊ちゃん幸せになったら、そしたらきっと柊ちゃん私のことなんて忘れちゃうね。本当ですか？ええ、秀美から連絡があって渡していいって。出版しても構わないって。じゃあこれが本当に？ええ、翼に乗せての原稿、18年前雑誌に連載されたそのままのもの。火事で全て燃えたというのはやはり嘘だったのか？いいえ、それは本当。じゃあこれは？一度は秀美に返したの。他の作品と分けて俺だけ直接返しに行ったの。でも結局思い直して持って帰った。どうして？渡せなかったのよ、あの時の秀美には。私にはとても。亡き妻の残した永遠の愛の結晶ですからね。ええ、今はもう存在しないね。まあでもあなたが思い直した、おかげでこの翼に乗せてだけ火事を逃れたわけですから。出版するの？もちろん。当たりますよ、七瀬ひらめの幻の遺作ですからね。最終回まで揃ってるんですよね。確認したらいいでしょ。うん、全12回分ちゃんとある。あれ、最終回だけ手書きなんですね。疑問があるんです、この作品について。いや、最終回について。どんな？この最終回は本当に七瀬ひらめという作家が、時任静香が書いたものですか？どういうこと？答えてください。質問しているのは私です。スケッチを手に入れたんです。時任静香は知人に宛てた手紙の中で、これとは全く別のラストの翼に乗せてについて言及している。そこではラスト、ロボットは別れの悲しみを乗り越えてロボットの社会に帰っていくことになっている。時任静香の死後2年経ってから掲載された最終回、内容が変更になったラスト、そして直筆のワープロ打ちでない手書きの原稿、あなたがこの作品だけ彼に返さなかった理由。そうなんですね、やはりこの最終回は。ただいまー。あ、どうした？会社の？今日は有給取った、特別な日だから。特別な日？誕生日でしょ、先生の。よく覚えてたのね。だからって自分で忘れる？私も年取るとそうなるのかな。すまんって言って、お前それだけのために仕事休みかな。まさかそんなことくらいで休んだりしないよ。そんなことくらい。じゃーん、ついに私の本が出版されたの。本当？はい、一冊申請します。すごいな。今日出版されたの？うん、さっき届いた。会社入ってから仕事終わった後コツコツ書いてたんだ。本屋行ったら並んでるの？もちろん。あ、ちゃんと1ページ目見て。返事書いてあるの。私からのバースデープレゼント、誕生日おめでとう、父さん。父さん幸せだね、こんな出来のいい娘ができて。どうかな、見せて。本当だ、ユウの名前書いてある。すごい、今日はいっぱいお祝いしないとね。私ご飯作るの手伝う。ありがとう、ごちそう作らなきゃ。あの、お祝いムードの中水をさすようで申し訳ありませんが、もう少し静かにしてくださいませんか？ごめんなさい。気をつけます。片付けない。そんな暗い顔してるからダメなのよ、ママ。言う。同い年の人はみんな就職して彼氏作ったり好きなことやって楽しんでるって言うのに、部屋でゴロゴロネットばっかりやってるから就職先も見つからないのよ。2ヶ月働いたら1年くらいバイト続けてみなさいよ、悔しかったら。うわー、やめなさい二人とも。やめなさい、言う。やめなさい、ママ。ママ、あんた信じられないところで転ぶんだから。うわあ。静香が書いたのよ。ヤギさん。静香が書いたのよ。静香そのものじゃない。生きてたの。ちゃんと存在していたのよ。
何言ってるんです。消えてなんかなかった。静香はちゃんといた。彼の中に、彼の中にいた静香が最終回を書かせたのよ。返します。これいいの？本は出版できたし、うちで預かってても仕方のないものです。ありがとう、受け取るわ。うわー、もういつまで経っても二人とも子供なんだから。ほんと、いくつになっても進歩しないんだから。言うのよ。どうしたの？え？笑ってる。あ、いや、なんか幸せだなって思って。そう？あ、前校長に言われたんだ。君は君の夢見た幸せな家庭を築きなさい。よりこ、俺はさ、ずっとこんな家庭を夢見てたんだ。うん。こんな幸せをずっと夢見てたんだ。ずっと？子供の頃から？いつからだ。もう思い出せないよ。さようなら、と天使は言いました。お別れの時が来たと、天使はロボットに言うのです。ロボットは、ずっとお別れの言葉を考えていました。離れ離れになる直前、ロボットはやっと言うべき言葉を思いつきました。何？教えて。ロボットは言いました。とっておきのいいアイディアがあるんだ。そうだ、もう一つ驚かせることがあるのよ。何？言うの後だとちょっと印象薄くなっちゃうかも。何かな？さあ、じゃあひなぎさん、ハッピーパーティー。これはすごいな。前言ったでしょ、ケーキ作るの得意だって。ありがとう。一度あなたにちゃんと特製ケーキ作ってあげたかったの。今まで忙しくて作る暇はなくて、今回初めて時間ができたから腕振ったんだ。食べきれるから。ありがとう、本当に嬉しいよ。よかった。それにこういうのを一度やってみたかったの。驚いた。ああ、驚いた。誕生日のびっくりパーティー成功で。びっくりした。どうしたの？誕生日びっくりパーティー。あなた？そうだ、夢を見たんだ。未来を思い描いたんだ。何？とっておきのいいアイディアって。名前をつけないか？何に？今ここにあるすべてに、この部屋にある全部のものに。例えば？例えば、このお前までの距離、俺とお前の間にある全てのものに名前をつけるんだ。全部？あ、全部。目に見えるものも、目に見えないものも？あ、全部。たくさんだよ。なら、たくさん、全部に名前をつけるんだ。今この瞬間をさ、特別なものにするんだ。全部か。いや、全部。例えば、この匂いに、光に、あ、ベッドに、椅子に、そこのテレビに、窓に、もらった果物に、それが乗ってるお皿に、その横のフォークに、目に見えない心細さに、目に見えない感謝に、切なさに、温かさに、寂しさに、悲しさに、愛しさに、笑った顔に、幸せに、苦しさに、安らぎに、この会話に、流れてる時間に、楽しさに、幸せに、いっといったの、愛しさに、それを、もう一度、愛しさに、そして、優しさに。静か、ありがとう。俺、忘れないよ。うん。お前は、俺の中で、ずっと生き続けるんだ。うん。ありがとう、しゅうちゃん。私、未来をもらったんだね。あ、怖くなんかないんだね。やっとわかった。私たちは離れ離れになるんじゃない。私は永遠になるんだ。あ、ありがとう、しゅうちゃん。静か。さよなら。さよなら。ロボットと天使は、そのすべてに名前をつけました。永遠と。お前は俺の心の中でずっと行くよー。
消えてしまった。え、夢を見たんだ。そんな幸せが欲しいって、二人の夢にしようって。何言ってるの？ハハハハハ。